インテリアとしてのデザイン性も高い苔玉や箱庭感覚で楽しめる苔テラリウムなど、苔は人の心を癒す園芸植物として今注目されています。この可愛い苔が地球の環境を救う重要な役割を担っているかもしれないんです。サステイナブルディベロップメントゴールズ、通称 SDGs とは、2030年までに達成すべき持続可能な開発目標。世界レベルで取り組む活動を見ていきましょう。知りたい SDGs。 1960年から1970年代における高度経済成長期の日本では、産業排水などの垂れ流しがきっかけで水俣病や痛々病など現在に続く公害病が発生しました。また世界的にも産業排水による水質汚染は重大な問題です。水質汚染が社会問題となってからは、排水処理や制度の改善が進み、公害病の患者は減少しつつありますが、汚濁物質がたまりやすい閉鎖された水域では水質の改善が思うようには進んでおらず、大きな課題となっています。そんな水質汚染の問題をある意外なものを使って解決しようと SDGs 活動を行っている企業を取材しました。こちらは埼玉県にある植物素材の製造や加工などを行う会社。こちらの企業の取り組みとは、苔の原子体を製造加工いたしまして、水質浄化、金属回収ということに使っていくような、そういう素材を作っております。原子体とは、苔植物やシダ植物において胞子の発芽後すぐの状態のこと。この苔の原子体をフィルター化し、工業排水などを浄化できる苔フィルターを開発しました。通常は化学薬品などを使用する工場などから出る産業排水の分離分解ができるようになるといいます。原子体は繊維状の細胞でできていて、この細胞の中に金イオンが入ることで苔が変色、金などの貴金属を回収できる仕組みです。およそ 15g の金塊が作れたこともあるとのこと。なぜ苔フィルターを開発しようと思ったのか、そのきっかけを伺いました。私、小さい頃から盆栽をやっていて、苔と触れてたんですけれども、苔の研究をしていたら、偶然ですね、菌を蓄積するということを発見しました。今、二酸化炭素が非常に問題ですので、苔をですね、育てながら吸収するというところで地球貢献を行っていきたいと思っております。この可愛い苔にそんな力が秘められていたんですね。環境が良くなること期待しています。